バイナリーオプションスペシャリストのハンマイヤー先生です。このインジケーター、ハンマイヤー先生のインジケーターでですね、今このねインジケーターで勝ってるんですね。勝率 70% 以上、出力論理がね、スルーで下に、モードが1ですね。モード1はね、片方に対して、で、肩幅が決まった感覚じゃないと投資しないんですね。今、箱でですね、今までと違って、この4より大きい箱。この8個っていうのは、この1、2、3、4、5、6、7、8個ね。稼げる 70% 以上の白の文字のやつが見つかってるということですね。でね、この通貨国で4個以上、だから5個以上はある方が、時が稼げますよということが分かったんですね。ここを全部表示させて、1、2、3、4、5、6、7、8。だから6個以上ですね。実際6個以上ですね。今、8個ありますけど、6個以上根っこに、ちょっと野菜ジュース朝のね、があると勝率がいいですよということが分かってきました。まあ4、5、6になりましたね。また7個になりましたね。だからこれが6個以上ですね。ちょっと立ち上げて、こう5個以上っていうことにしました。これね、いろんな通貨で、こう全部17通貨国でね、稼げる通貨が、5個以上じゃないと取引しないようにするといいみたいなんですね。これがね。で、いつもじゃないんだよね。月曜日とか、今だけですね。ね。これがいいみたいなんですよね。待ってくださいね。左側ね。下に。で、このインジケーターが今ね、新しいタイプなんで、まだ提供してませんけどね。同じ系統は下のリンク先から入力してください。で、このインジケーター、単純系統いうわけでもないんだけど、こう一線の、で見てるんですね。6でしょ。8、9個あるんで、今ね、9個出てるんですね。こういう時はね、勝ちやすいみたいなんですよ。780。700もあるか、ということですね。今はちょっとこの設定値の調整をちょっと、ね、こういう時がいくつもね、これ8つもあるでしょ。シグナルが出せるのが白文字になってますよ。これ見つかってないんですよ、横はね。で、この動作を入れてね、全部の5個以上ね、通貨国 5個以上、6個かですね。1、2、3、4、5、6。5個以上だったら取引していいんじゃないかということですね。左10個もあるな。あ、違うか。で、こういうふうにこう、見るようにしたんですよね。ただね、これ1個だけだとね、通貨国1個だけ勝てるなってもね、稼げないんですよ。また増えましたね。ちゃんと10個って出てるでしょ？ 8、9、10。この表示されてるんですよ。
で、このね、通貨国の稼ぎ物を見てるんですね。全体のね、あのバランスをちゃんと見てるんですね。通貨国全部、17通貨。ね。そういう時はね、稼ぎやすいみたいなんですね。また左勝ったんだけど、リセットしてね、また最初これやりました。3年ぐらいプラスだったんですけどね。これで勝てば億万長者ですね。これでね、稼げるようになったら億万長者ですよ。その年金はね、3万しかないからね、月額。GDPJPY。 下にいる。右はね、5分で2300。これ勝てばチャラぐらいですね。出てきたですね、シンガーがね。ここに出てきたです。USDCH。USDCH ないじゃない。ね、あ、これか。これはね。これ落ちますか？これ難しいでしょ、これ。みんなこれ、もうこの辺も見てんだけど、こうですね。あ、落ちてるよって。ねえ。僕のインジケーターはね、現在の状況を詳しく見てるんですね。現在の状況。だから現在稼げてるサイクルですね。あの10個の投資ね、今現在10個のぐらいの投資でね、まあ10個ですね、11個、まあ10個以上って言ってるんですけど、ここでいい成績は 70% 以上の見てるんですね。だいぶ進化したですね。単純にもなったんですね。一方向線だけになっちゃったからね、これね。うん。USDCH。これだけでね、横ばいね、こんなぐらいのやつですね。ここに出てて8個ですね。5個以上だからいいとね。
今勝ちやすい時期なんですよね、とにかくね。ちょっとこれ反り入れようね。ちょっと今日で、あと20分くらいで風呂入ります。シャワーだけどね、うまくいくかね。9個出てきたですね。フェースは2倍ですね。これに対して2倍、全体は。そういうことですね。新しいインジケーターですけども、この試験ですね。どうもありがとうございました。